はい、どうもこんにちは、こんばんは、ネコルです。今日はパワフルプロ野球2024-2025の新しい、ね、分をやっていきたいと思います。その中でも栄冠9、これに挑戦してみたいと思います。よろしくお願いします。一応もう設定は終わりました。そして、入学式を迎えたというところです。新1年生の入部希望者がやってきた。はい、早速いきます。ユニフォームも、ね、黄色でちょっと黄色黒のなんかこう変わったユニフォームにしてみました。お、石原日本であると。おー、マネージャーね。はい、ではね、この進め方としては、まあ、こう日程変更でね、どんどんスゴロクのように進んでいくんですけど、赤に止まると良くないことが起きる。怪我したりとか、なんだろうな、なんか落としたとか、そんな感じで、青に止まるといいことが起きるので、できるだけ青に止まるように進んでいきます。で、ちなみにこの星ね、星マークも悪くはないです。こうやって複数プラン選んでくれます。どこ行ってもいいです。どこ行こっかな。緑はね、休憩、休みオフだったと思う、確か。病院泊まると、あ、そう、体力回復。あれ、練習試合かな。あそこ行きたいけど、励ます、いいね、励ます。はい、行こうか。じゃあ、よし、守備連携。はい、これだと赤に止まっちゃうから、あ、この腕立て伏せ、あ、指立て伏せ。おお、仲がいいぞ。はい、成長した。そしてここで練習を、休みを選ぶと青に止まると。ちょっと3でミートバッティング一応かな。変化球投げ込み、いいね。あ、大きい数字しかなくなってきた。青で収まりたい。その前に5月入りました。はい、ここだ。ここで何を鍛えれるかを、指示できます。これね、楽ちん指示ができるようになったのかな、今回から。え、前回もあったっけな。これ投手全員に対して指示、とりあえず投手全員球速アップ、で野手全員ミート、捕手全体もう、あ、野手も外野手パワーアップ。とりあえずここでね、ざっくりの、ざっくりしたの決めて、あとはね、投手ごとにちょっと見ていった方が変えやすい。投手、バックでしょ、スタン、あ、スタミナが、どこ一番球速がね、出てる。出てる人はそのまま球速で、タイプじゃない人は制球力にしよう。野手、
ターの子がパワーあるね、この子。この子パワーあるんでパワー育てます、ガンガン。この子は、あ、万能。1年生。1年生パワーあるなぁ。パワーちょっと育ってるか。まあ、月ごとにね、決めれるんで。最初はいじらなくてもっていう。特性がね、選手によって違う。仕事の、あー、この子万能だなぁ。あ、さすがに大丈夫かな。あとはもうガイアパワー系で OK。 はい、練習メニュー決めました。5月もうグランドレベルが2と、さあ、あそこに多分スカウターじゃないかな、スカウトのおじさんだと思う。あ、オーツテンション下がるな。ね、誰にしよっかな。これは3年生にしようか、福本。あ、次はどうしますか。アップ、筋力アップしてちょっと回復。おはあ、インターお、これ行ってみよう。あの野球マークというかバットとボールってなんだろう。手だったかな。特訓か。さあ、誰を特訓するか。1年生なのか2年生なのか。あ、でもピッチャーでしょ、やっぱり。鍛えれるんだ。安定だね、やっぱり調子な。あ、チームっていうのもいいね。よっと、でいいね。さあ、次はダバルソー。あれ、月曜日みんなテンション下がるな。アウトの人に会いたい。上行こうかな。でも上にいっぱいね、あるから。ダスのマスがいっぱいある。まんべんなくね、鍛えたいよね。6月、あ、練習はね、6月も同じで OK です。1ヶ月ね、しっかりちょっと様子を見て変えていこうかな、夏に入ったら。
ば夏の大会かも。早いな。さあ、よく休ませよう。待ってるね、この先。この掃除大事。なんだそれは。ここでアイテムが使えたりします。どうしようかな。プリケン、なんて言えばいい。5、あ、走り込みで青のマスに止まりたい。お、いいね、夏合宿。合宿を行う。これに励ます。次励ますを使って青のマスに2連続止まってやる。そうだね、オーダー今はやっといた方がいいね。前に、ま、励ますでもう一回青のマスに止まる。ちょっと確かにオーダーを組んでおいた方がいい。能力変わってると思うんだよね、4月から比べて。さあ見てみますか。で、三角ボタンで能力詳細見れるので、ここで、ここで見ていくんだけど、お、満塁男。いぶしぎ、満塁男だからさ、やっぱ。ああ。入るな。ジャイロボール、いいね、いいね。で、こっちは大ラ丸、いいね。なんだバント左投手。あー、いいね、1年生キャッチャー石原。でも、もうさ、この子さ、いいんだよね。石原も使おう。石原さんはね、守備固めで。数字はあれか、野田さんの方がいいのかい。じゃあ使うなら2番とかさ、1番なんでいくか。3年生ね、とりあえず。よし、 OK。 さあ抽選会、準備連携。
自分で選べる。はい、引く。2番。うわ、やばいやばいやばい、強いとこと当たってる。まあ、婦人もね大事ですから。さあ食事会でもして盛り上げますか。初公式戦楽しみ。とりあえず3年生出すけど、1年生石原くんも出したいね。能力高いからね。あ、そっか、練習指示ね。さあそろそろ変えていった方がいいと思うんで。上がってきてる。スタミナちょっと上げた方がいい。下にちょっと G は引く。からね、やらくん考えないとな。パワー、まあ、ミートを上げていこう。一旦さ、バンドにするか。上げたいよね。あ、ちょっと見えたね。あ、オッケー。さあ、初戦。たださ、なんか強かったね相手。オーダーね。おっと、年悪いじゃないか。何番持ってきてくれたら。本当は姉さんがいいんだろうけど、ちょっとね、いいとこで打ってもらいましょう。調子悪いなぁ、これみんな調子悪いなぁ、どうした。OK。 さあ初戦です。どうなるのか。お待たせいたしました。一級に喜び、一級に悔しさをにじませる、そんな。あー、決まりました。おいでやす高校初戦突破なるか。ランク先行チーム追う展開で迎える2回です。バッターは福本、マウンド上ピッチャーは吉岡。ランナーなし、センター返し。第9、よし、サード左、宇賀神取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。どう切り替えて、点で抑えてる。お、1点返した。よし、2アウト2塁。チャンス。久保田行こう。ここは高いし。よし。あ、抜けない。左抜けるか。抜けるか。タマル、そのままベースに入って3アウト。1点取ったから。2アウト2塁。先行チーム。鈴木くん。やばいよ、これはノアトで伝令。一回引き上げる。よし、行け。先行チーム、ここで伝令。よし、ガール、行け。
ボール球打った野村ボールを取って一塁送球ナイスセカンド続きいい当たりでしたがセカンド今日2本のヒットを放っている柱ワンナートサードね中心どうあと臭いとこあと臭いとこましたボールが出た左中間へこれはヒットになりますいいんだよいいんだよ1点入りました3対1柱タイムリー控えて攻撃7つ入さあここ行きたいね行きたい熱血使うかワンアウト熱血行こう持ち前の熱血が力を発揮することになるのか引っ張れ引っ張れよし来たやばすごい飛んだんですけどやばいちょっと鳥肌も今のはナイスバッティングワンアウトランナー一塁という相手に3対3一塁ワンアウト一塁これは送りバントでいきます何番福本5番でしょあっとショーフラインになったオッケーオッケーボールを取るよしオッケースコアリングポジションにランナー一人を置いて迎えるバッターはここ宮田今日はサードゴロと三振センター返しでしょう蹴るぞ変化球空振り三振6回の表しょうがない2点取ったからホームラン大きかったさあ取られたのか守備ツーアウト2塁大丈夫ツーアウト2塁は大丈夫あタッチはセーフ2塁はセーフカーブ合ってないカーブ合ってないライト方向へ持っていきます掴んでこれで3アウトになりますどう1点差大丈夫追いつくワンアウト1塁チーム追う展開で迎えアウト1塁はもう9番9番これ石原行くでしょう行くよ石原は打ちましたご注意ください打ちましたセカンドゴロゲッツーになるか前川掴んだタッチアウトスリーアウトアウトゲッツースリーアウト大丈夫まだあるノーアウト2塁先行時これは伝令だノーアウト2塁は伝令だどこ先行チーム今日2回目の伝令を送ります監督打たせて取ろう緩急よしじゃない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 よフォーアウト2塁させ来ました中川ボールを掴んだアウトナイス守備ナイス守備これでワンアウト先ほどヒットを放っている板倉めこれ打たせてボール打たせて打ちました痛烈、打球はそのまま伸びていくレフトへとレフト球体さんだってこれピッチャーさもういしょうがないこのまま行こう押さえてくれよいよ直球よし空振り三振 OK さあ、4回、3球重視初球打ち、入るか取れる、取れる、取れる、取れるヒットうわ、取れない中継たまる、いいバッティングを見せバッターは3年生、中尾詰まらせるドロップよし空振り三振よし7回までがまだ大丈夫、まだ大丈夫、わかんない勝負はわかんない、守備かい、またこの回内裏、ランナーなし止め
ボール球打った、打球はレフトへ、フェンス直撃。前川ナイスバッティングです。バッター伝令を送るか。ラッキーボーイ、思いがけないのよ、これ大事。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。打ちました。よしよしよし、センターへ上がった。大丈夫大丈夫、これ見ました。中継、ランナー一塁に戻ります。これでランアウト。バッターは2年生橋田、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。外中心でゲッツー、タッチはセーフ、タッチセーフ。打ちました、これはいい当たり、伸びていった、入った、サヨナラホームラン、サヨナラ、痛恨のサヨナラ負け。先行チーム強いわ、強いわ、それは強いわ。ゴールド負けしちゃった。強っ。10年よかったんだけど。頑張ったけどね。よかったね。あ、オンラインでエントリーできるんだ。先週もオンライン大会に。略称、え、下がったんだ。ちょっとショック。ショック。3年生引退しちゃった。関にしようかな。やんちゃ、性格やんちゃ。熱血。やんちゃな人がキャプテンに。いいんじゃないですか。3年生ごめんなさいね。打撃力でいきます。さあ、こっからが本番だ。頑張ろう。グラウンド整備、ほんとね。あ、そうだね、新聞一面に乗りたい。あ、練習練習。なんか悔しいね、やっぱりね、一回戦負けは。かなり悔しかった。絶対に強くなる。甲子園で優勝だ。お、いいね、練習試合蹴るよ、もちろん。みんな野球が上手くなりますように。材を手入れします。あ、ないな。壊れることがあるのか。さあ、腕立て。曲げてほしい。キャプテン
らく。ちょっと待って、ミート力低すぎる。肩とかね、はいいんだけどね。多万能でみたいな。人にしよう、大津くん、大津くん、あ、よし、出たて、よし、お、まあ、大変なことになってるけど、これいるね、ミドでいいんじゃないの、もう、ね、いるいっしょ、あ、石原も一番海の調子あるからさあ、全体的に調子がいいからもう期待できる。チャンス、さよなら。ほりいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、入った、よっしゃ、イシャラー、いいぞ、能力高いイシャラ、ただ1点取られたんかい、1、3塁と、ワンアウト1、3、これスイーズ、来た、よし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 、はい、逆転しました。クイズいい、今のはうまかったよ。さあここだね、ツーアウト2塁、行かせて取るピッチング、よし、ナイスボール、左ピッチャーいいね。さあ石原2打席連続いくのか、さっき引っ張っていったからね、いいね、やっぱり石原いいよ、打撃センスがいい、守備、さあワンアウトか、まずストライク取ろう、で外角中心、取れる、取れるでしょ、取れるでしょ、よーし、うまいよ、はい、体操でね、しっかり取ってくれた、打席取る、お、抜かれた、セーフか、あ、行かれたね、今、さあここ伝令送ります、投げます、お、やばい、中心で引っ掛けてくれ、枯れてんなー、やめたわ、追いかれたね、あ、さあ右バッターでしょ、ピッチャー変えるか、だが行こう、
やばい、3点差。あ、やばい、エラーだ。やばい、ツーアウトなのにエラーしている。うー、止まらない、これはやばいぞ。いやー、どうやって詰める？ピッチャー変えてもダメ。うーわー、抜かれすぎだな。これってどうやって止めたらいいんだろう。任せじゃダメってこと？臭いとこ。あ、エラーも絡んだからね、こうなっちゃうか。で、まだまだ、でも中盤三塁。よしよしよし、ケツだ、バレ。よし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 、タッチアップ。え、タッチアップできなかったのか。なんかここ欲しいよ、パワー引っ張りで行こう。ほらほら、行った、来たー、ナイスバッティング。来た来た来た、ナイスだよ沼くん。あと3点、遠いなー、あと3点。あ、疲れてる、疲れてるけど、いないでしょもう。あ、褒めまくる。ファイト出すか。あ、そんな、あ、あれ、よーし、まだだよ、こっからこっから。今の会話頑張った。だ。しないぞ。いいね、石原くん。センター返し。さあ、ここで球を使ってみるか。流し打ち、流し打ち。うわ、高いし。いや、ここで、ここで行きたいな。超ファイト使っちゃう。まだ来る？もう一回センター返し。よし、ここだわ、ここですよ。あー、もう引っ張るか。大丈夫だから、ゆっくり取れる、取れる。しない、センター行きたいな。3点差、あと1。あー、ヒットエンドランかけてみる。とりあえずやっぱり、よし、おすすめ。あれ、抜ける、抜けない。センサー、
うわ、ホームラン行かれた。4点差になってた。ノーアウト1塁。あ、なんとかこれで抑えよう。あ、手を打たせて取る。よし、あー取れないか。取る。ただ最高だけど。危な。いいよ、ボールでいいんだよ。ボールでいい、ボールでいい。ボールでいいね。抜かれた。10点。いやー、5点差。よしよしよし、6点差。先生同士なんとかなる。ラッキーボーイ。ナイス。よし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 、アウトかい。なるチャンスじゃないけど、だけどどっちかというと、うわダメかー。ツーアウト。いや、野球はツーアウトから。あれ、おし、ナイスヘッドスライディング。よく頑張った。来たよ、ここで超ファイトを使って。うわ、悔しい。まだ一回も勝ったことないんですけど。いや、弱小。うわー、ということで、今回はね、この練習試合までにします。次回は、ここから秋のね、大会までやっていきたいと思います。結構これ熱くなるね。面白い。 いや、この今はさ、弱小で最低、ラインのところだけど、これが甲子園で優勝するところをね、皆さんに見せたいと思います。頑張ります。では、ご視聴いただきありがとうございました。またお願いします。